はい、はい、何でしょう。今年読んだ中で、うん、あのなんかこうこれは良かったなっていう本とかあったりしますか。今年読んだ本の中で一番良かった、俺今年読んでねえな本。読んでない。読んでねえな。いやこれは読んだらいいんじゃないかな、今年じゃなくても。俺だって俺が読んでる本全部農業の本だから今、今うん、農業の本はもうそれ何十冊も何百冊も読んでるけど、いわゆるあなたたちのジャンルに合うような本をほとんど読んでねえような気がするな。だな、興味関心のあるものしか読まないからね、人ってね。だから多分心のね、勉強したいなって思ってた時にそういう系の本をいっぱい読んどったんやろね。やっぱ振り返ってみるとそうよね。教員時代はやっぱ教員関係の本読んでるしね、心理学やってる時は心の本をいっぱい読んどったし、人生に行き詰まってる時はその人生を書いた本をいっぱい読んでたし、そんなもんなんやろうなって思う。え、しみちゃんが今一番興味関心があることは何なん。一番興味関心があること、うん、でも自分を知ることかな。あ、自分を知ることなのね。そう、じゃあ本屋じゃあ本屋さんに行った時に自分を知るコーナーに無意識のうちに行ってるわ。でそんな本ねえかなって探すわ、本棚を。割とそういうスピリチュアルだったりとか精神的なことだったりとかだよね。そう、響くことに、はい、実用書とかいうコーナーにはいかないよね。いかない、うん、ね、そうやね。自分が分かってる、自分の好きなところに自然に目が行くようになってる。そして急になんかそれが飛び込んでくるような気がするけど、違う、ピンと合わせただけ自分が、うん、なんか急に向こうからやってきたみたいな錯覚を受けるように違うの。元からあったの、周りに。あってもそこ見てなかっただけ。自分だったら農業という世界も自分のそばにいたけど、そこに何のピントも合ってなかった自分は。でも農業をやるぞって言った瞬間にそっちに目が行った。行ったらなんかすげえ情報が飛び込んでくる。なんやこれ、こんな情報今までなんで知らんかったんやろみたいなね。いや、あっただけの話で、ね、だから自分が知ってる。こんな話するとどうかなと思うけど、自分がやりたいことしか続かないよね。続かないようになってる。自分がやりたくないことは続かないようになってる、うん、やりたくないことをやってるとどんどん心が重くなってくるね。やりたくないって思ってるから。でもやりたいって思ってることは誰かが禁止してもやる、うん、例えばしみちゃんがなんか心の勉強してえな、なんか自分に向き合いたいな、ちょっとそんな勉強したいなと思った時にね、あゆちゃんがダメよ心の勉強なんかしちゃらおかしい世界に行くからダメよって、ダメよそんな本買っちゃダメって言うとどうなるかっつったら隠れてこっそりやるよね、うん、まあ本は買ってこんけど立ち読みでもしとこうかみたいな、買って帰ったら怒られるしなみたいな。人が止めてもやるのが好きなことなのね。で、人が止めるのを待ってるのはやりたくないことなんね。人が止めるのを待ってるのやりたくない子、誰かもういいよって言ってくれんかなみたいな、うん、おかしい、分かりやすいよね、うん、自分がやれることは自分がやりたいことしかできない。やりたくないことは向こうから運ばれてくるんやから、自分からね、求めることはないでしょ。やりたくないことなんだもともとね、うん、でも運ばれてくるから渋々やってるわけでしょ。この間もそういう質問があったよね。やりたくないことからやりたいことができる人生になりたいですみたいなことを言う人がおるんやけど、やりたくないこととかもっと言えば不幸事っていうのはこれね、もう避けられない、自分で選べないの。これは向こうからやってくる運ばれ事なの。やりたくないことと不幸事は自分で選ばない、絶対選ばない。まあ、中におかしい人がいて我に七難八苦を与えたまえとかいうね、あの山中鹿之助とかいう頭のおかしい人がいるんだけど、まず玉ちゃん大好きな人なんやけど、大概の人は我に七難八苦はね与えてくれるなって思ってるよね。できるならもう来ないでくれみたいなね。だけどそのやりたくないことからやりたいことだけの人生にスイッチしたいっていう時に、この避けて通れないこの不幸事ややりたくないことをどういう裏技を使ってやりたいことにスイッチさせるのかっていうことだよね。避けられないんだから、避けられなかったら逃げられないんだから、逃げられなかったら自分を変えるしかないわ。この受け取り方を変えるっていうのが裏技になる。
じゃあどうすればいいかって言ったら、そのやりたくないことがやってきた時、あるいは不幸事がやってきた時に、面白そうですねって言えばいい。それ面白そう、あこれ勉強になるわとかね、自分でつぶやくの。まあ、エコチンもそうやけど、大きな病気が自分のところにボーンってやってきた、これ絶対避けられないから、自分が嫌だと思ってもある日突然来るの、何の準備もしてないのに来る、なんか準備がして不幸事が来るっていうことは絶対ないから、もう突然来るからドーンって。でもその病気に感謝できた人はその病気が通り過ぎるようになってるんです。これもう本当に不思議、自分のところにやってきた、やりたくないことに感謝できた時にこのやりたくないことは通り過ぎるようになってる。感謝ができるかどうかっていうのが自分の人生を変える大きなキーワードになる。自分はやりたいことは他にあるんじゃって、でもそれやりたいことやってたら生活はできんのじゃって、生活ができんから生活のために仕事をしとるんじゃ、しぶしぶって、これやりたくないことなんじゃ、できるなら早くやめたいと思ってるんじゃって、でもタマちゃんみたいにやりたいことだけやる人生ってどうすればなれるんですかみたいな人がおるんですけど、まあ自分のやりたいことに思い切って、この仕事を辞めてこっちに行こうって思ってるっていう悩み相談がいっぱいあるのね、いっぱいあるんですよ、いっぱいあるけど、この人らが何よりもやらないといけないことは何かって言ったら、この今やってる仕事に感謝するっていうことなんよね。まあ仕事を辞めたいっていうぐらいやから、何かのトラブルを抱えてるのはそれはね、誰がどう見ても明らかでしょ。ね、みんなからね大事にされて、あなたがいないと困るみたいな職場に辞めたいとかいう人いないから、絶対いないから、何かでトラブってるんですよ。不登校もそうでしょ、必ずトラブってる、だから行きたくないわけで、もしそれがね、あなたのこと大好きっていう人に囲まれたら行きたくてたまらんわ、その学校に。仕事もそうやね、お前のおかげでこの会社成り立ってんだよって言われたら、それ頑張らなって思うわな。でもお前なんかね、いてもらっちゃ迷惑なんだよとかね、まあなんかこう陰湿な嫌がらせを受けるとかね、あるいはもう仕事がハードすぎてもうなんかもう自分がパンクしそうみたいな、そういうところは逃げたいわ、できるだけ避けたいわ、でもその人たちがまず真っ先にやらなきゃいけないのはそこに感謝することなんよね。生活のために仕方なく仕事をしてるんですって、その仕事がなかったら生活できないって自分で言ってるのにね、言ってるのになんで感謝できるのかね、この仕事のおかげで自分は生活できてるってなんでそこに気づけるのかね、それに感謝すると扉が開くようになってる、それに感謝ができないと転職しても同じことの繰り返しなんですよ、結局同じことの繰り返しなの、ここでもなんかトラブるの、そしてここも逃げるの、ほんでまたここでもトラブって逃げるの、感謝してないから、いつまでも宿題が追っかけてくる、病気も感謝してなかったらいつまでも追っかけてくるようになってる。だからあの癌から生還した人っていうのはほぼ例外なく感謝してるのね、病気に対しても抗がん剤に対してもね、いろんな療法に対しても、あるいは周りの人に対しても、そんな目で今まで見てなかったの、当たり前やと思ってるの、自分の健康は当たり前、隣にパートナーがいるのも当たり前、支えてくれる人がいるのも当たり前、自分の生活を支えてくれる仕事に携わってるのも当たり前って思ってるから、だからそれをギフトだって表現する人がいっぱいいますよね、ああそうかって。人間にとって一番必要な力って感謝することやと思うのよね、たまちゃんはね、そこに気づけるかどうか、気づくためにいろんなプレゼントがやってくる、手を返しなおかやってくる、職場で嫌な人がいたら、この嫌な人ってなんで自分の人生に登場したんかな、この人がどんな気づきや学びを俺に伝えようとしてくれてんのかな、敵だと思ってるから学ばない、あの人生に敵は一人も登場しないんです、人生中シナリオに敵は一人も登場しないようになってる、みんな仲間、みんな味方なの、その味方のその応援の仕方が違うだけなのね、なんか幸せな人生っていうのはみんながみんななんかお日様にね、あの暖かい風や暖かい光に包まれるのが幸せとか思ってるかもしれないけど、応援するっていうのはそれはあなた太陽の応援の仕方もあるし北風の応援の仕方もあるのよね、人それぞれなんですよ、バランスを取れて
てないとうまくいかないの。お日様ばっかりやったら日照りになって作物育たないっていうのは自然が教えてくれてるわけでしょ。逆に雨や嵐ばっかりでも作物は育たないようになってる。うまい具合にバランスが取れてる。じゃあ自分の人生でも自分が自然の一員だって思ってるんだったら自分の人生も自然の一員なわけでしょ。だから自然は完璧にバランスが取れてるから自分の人生で現れてくる人たちも完全にバランスが取れてるっていうふうに思える。そしたら理不尽な時期があるのは意味があるんだなって思えるね、うん、理不尽な時期っていうのはあるの。それが昆虫でいうさなぎの時代ね。理不尽な時期が来る。その理不尽な時期を受け止めなければ羽ばたくことできませんよって教えてくれる自然がね。自分の目の前に来る人が自分にとって尺に触ったり気になったりなんか疎ましく思ったりするときは自分が変わるきっかけなんだな。自分もこの人と同じ心をどっかで持ってんのやな。そしてそれがきっと他の人にね影響を与えてるんやな、うん、まあそれがいい悪いじゃなくて、うん、愛の反対は無関心っていう話聞いたことあるでしょ、ね、愛の反対は無関心なんですよ。だからその人に対してみんな良かれと思ってやってることなのね。行動に出てくるっていうのは反対無関心なんだから。愛の反対は憎しみじゃないのよ愛と憎しみは同じ、根っこが同じ、全部愛なの。だから自分にやってくる言動、他の人の言動は全て愛なの、うん、それを勘違いする。自分にとって心地がいいのは愛だと呼び、自分にとって居心地が悪いのを憎しみだと呼んでるだけなの、うん、だから自分に関わってくるっていうことは 100% それは愛なんだっていうことなんです。そこに気づくための旅なのね、人生っていうのはね。それで気づいたら次のステージが来るんです。今度もうその時代へ戻ることはないの。もうこの人たち終わった、だから出番が終わったんでやっと終わったよ、このもう本当にもうこれ頼まれごとや言われてももういやいや引き受けたんやけどやっと分かってくれたわみたいなね、うん、おかしい話をすると自分まあ魂磨きをするためにこの星に降りてきたっていう話はみんな聞いてるでしょね、で魂磨くためにはその優しい磨き方じゃうまくいかんねんね。だってなんか物を磨いたことがある人ならわかると思うけど最初からなんちゅうかな滑らかな砥石とかで磨いたって全然うまくいかないのよ。最初はめっちゃ粗いヤスリでかけなきゃいけないのね。綺麗な美しいその何ピカピカ光るのを作ろうとしたら最初ゴツ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 してる岩みたいなもんやから、まずまあ粗い、まあ、カンナじゃのヤスリじゃなんかで削っていかなかんね。だから痛いわな、めっちゃ痛いわな。それが人生でいう不幸事です。痛い、うん、でもそれガンガン自分を削っている状態なんです。でもそのうちにその痛いって思ってたものをそれをこうクリアしていくとどうなるかって言ったらそのヤスリがどん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 粗いのから細かいのになっていくんですよ。で細かいのになっていくと大して痛くなくなってくるんですよ。で心地よくなってくるんですよ。で最後ツルツルピカピカになるんですよ、うん、で今の人生自分の人生どこなんかいなって振り返ればいいですよね。これね逆はないんですよ。逆はないの、滑らかなヤスリからかけることはないの人生で当たり前よね。いつまでたってもならないからゴツゴツしたのをね、まあ皆さんが分かるかどうか分からんけど例えばサンドペーパーっていうのがある紙ヤスリね。紙ヤスリって番号がついてるのね。で番号が小さければ小さいほど粗いんですよ。例えば60番とか40番とかめっちゃザラザラしててもうこすったらめっちゃ痛いの。でもこれが2000番とか6000番とかになってくるともうなんか何この手触りツルツルやわみたいなね。必ずその番数の粗いやつから始まる人生っていうのはね。だからきつい思いをしてるのはあそうかまだまだ自分はゴツゴツしとんのやな、ゴツゴツしてるから粗く削るためにいろんな人が来るんやな。だから途中からおかしくなるから人生が全然来なくなった。まあ若い頃はたくさんの人とぶつかってたのに気がついたら人とぶつかることがそうなくなってきたなみたいな。
それどころかなんか自分に似たような人が集まってくれるのおかしいなみたいなね、なんか居心地がいい人が増えてきたな、それはもうその人生のその、紙やすりのその数字がどん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 上がってる証拠なんですよ、うん、だから自分の人生どこかいなって思ってください。まだ未だにトラブルが絶えなかったらまだまだ荒削りだと思ってください。でもなんか言われてみりゃなんかほっこり幸せそうな人たちと今つるんでるなって思えたら、うん、あ、だいぶ修行してきたんやなって思ってください。そんな、はい、そんなことです、はい、いいですか。なんか飛び込みで質問があったら全然いいですよ。もうメンバー揃ってるんでいつからでも始められますけど、6時まで借りてるっちゅうからね、6時まで借りてるんやったら別にいいじゃんみたいなね。はい、なんかそんなに本当にこう使ってきた人生じゃないんですけど。そう、何、じゃあ逃げてきたの、逃げてきたのかな、どうなんだろう、ぶつかるのを避けてきた、避けてきたらあるかもしれない。ああ、ね、だから割と自分の心を負担してた、はい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 、はい、30代超えてから、うん、こう出会いだったりとか、うんうん、こうパカッと、はいはい、じゃあ避けてきたんやったらあれだな、これから来る、これから来るなこれから来るわ、これから来ますね、ああこれから来るわ。でもこれから来た時にもう心構えができるわ、はいはいはい、うん、あ、来るんだなって思っとけば、はい、うん、来るんだなって思っとけば来た時に動じなくて済む。でもこれが来るはずないって思ってて来るとうろたえるから、うろたえるから。でも今自分がもしね、人生の中でなんかこう辛いなって思ってることがあったら、あ、これは磨き残しやって思ってもらえば多分間違いないわ、これは磨き残しじゃわって、うん、誰だって嫌だよ、人の人生ガシガシ削っていくの嫌だよ、できればいい人だって思われたいわ、自分だってそうやのに。でもそれでもその役を買って出てくれる人がおるのよ、お前のためにしょうがねえなって、俺がやってやるよって、憎まれ役買ってやるよっていう人がおるんよ。その人は間違いなく大親友だから、間違いなく自分に現れる理不尽な人っていうのは間違いなく大親友だから、引き受けないから、普通の例えばお友達レベルだったら引き受けないから、そんな仕事もうどうしても魂磨くために必要だから、ここでこういう試練を与えてくれってね、ここでこういう削り方してくれって、ギャーって叫んでも容赦せずにやってくれって、できるわけねえよそんなんって恨まれるやんって、他の人はみんな辞退した、それは無理って、せめて通行人ぐらいにしてって、せめて仲のいい人にしてって、誰も引き受け手がいない中、しょうがねえ、お前のためだったらやってやるよって言った人がいる、うん、それが世の中で出てくる理不尽な人、お前のためにやってやるよって引き受けてくれた人だから、この人らに感謝すると人生がうまくいくようになってる、なってる、うん、でもこれが感謝ができないと幸せの扉開かんわな、でその理由がわからないから、この理不尽の正体がわからないから、いつか感謝できる時は来るの、いつか、それは自分が成長した時にね、うん、わかるようになる。だから仕事で辛いことがあったんだったら、この辛さ何のためにあるんかなとか、自分が何を気づくためにあるんかなって思う、ね、それでももしどうしても心潰れそうに辛かったら一旦そこから離れればいい、心配せんでも宿題を追いかけてくるから、次のところでも同じようなことは起きるの、起きるんやけど今度は対処ができるでしょ、前で経験してんだから。だからちょっとはうまくいくがな。で、またそこがダメでも、また逃げりゃええがな。あ、心配しなくても宿題はずっと追っかけてくるから。追っかけてくるから。そしたら追っかけ、何回もやってると、経験が増えていくから、少しずつ対処できるようになっていくがな。なっていくわ。一括払いで払うか、分割払いで払うかの違いであって、結局全部払うことには違いない。違いない。だから不幸事は追っかけてくるけど、その逃げるっていうのが悪だって思う必要はない、分割払いで払ってんだって思えばいいだけの話、その分ちょっと利息はつくけどいいよねって、
ね、こんなにでっかいのやったら抱えられんけど、その不幸ごとこれぐらいにしたら抱えられるもんねって、これぐらいやったらちょっと頑張ってみようかって思う。それを何個も何個も繰り返してると、結局これぐらいの不幸ごとを背負うことになる。同じことよね、うん、あ、人生分割払いで不幸ごと払ってんだなって思えばいい。たら転職するのも楽、うん、ね、転職するときに痛みを感じるのはそれ利息だと思ってください利息だと思えばいい、うん、まあこの世の中、あなたの何をやっても死ぬことはないんよ。死ぬことはないわ、うん、この国で、この国で死ぬことはない。この国で死ぬ人は逃げられなかった人だから、うん、それさえ分かってるよね、うん、最後に逃げるっていう選択肢だけ忘れなければ、うん、いいんじゃねえかなって思う、うん、徳川家康でも逃げたって思っとけば、そうか、家康でも逃げたんだったら俺逃げていいよねって思えるね。歴史に名を残してる人はみんな逃げた人やからね。逃げなかったらそこで死んでたんだから、みんな、あ、だから歴史に名を残せっていうわけじゃないんやけど逃げていいよって、うん、逃げる中で何かに気づいていきなさいよって、うん、いう話ね。こんな話でいいんですか、はいはい、というわけで、まあね、この料金は後で請求は口座引き落としでやってきますけどたまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。